新しい元号は平成であります。大変混雑いたします。お足元お気をつけてお帰りくださいませ。葵ちゃん、本日のご来場誠にありがとうございました。もう少しだけここにいたい。いい？ゆみちゃん。うん。ああ、間に合わなかった。マジかよ。大丈夫？で、ん？貸して。ありがとう。何やってんのね。遅いな。私はさ、自動車整備工場だから勉強とかあんまりしたくないから。葵ちゃんは？いつも。そう。俺さ、今サッカー部なんだけど、1年で試合出れてるの俺だけなんだ。すごいね。
絶対また会えると思ってた。メール多くてうざいんだけど。俺さ、音楽やけどさ、やっぱ将来は武道館とか。いただきます。うまい。こんなうまいもん食べたことない。本当？あいつ、いつの間に。初めて見た葵ちゃんのあんな嬉しそうな顔。これもらってもいい？俺のミサンガにするわ。将来はやっぱ国立競技場で試合がしたいな。そんで日本代表になって世界で活躍したい。できるよ、蓮くんなら。ありがとう。葵ちゃんは？私は普通の生活がしたい。世界なんか行けなくていいから。そっか。言いたくない。明日また会えるから。父さんとお母さん心配する。あの家ちょっとおかしかったから心配だったの。え？お父さん亡くなってて、でも葵ちゃん家のことは話したがんなくて。ここでよくご飯食べさせてもらってるらしくて。
出てったよ今朝早く。逃げるようにしてね。いつもあの若い男の怒鳴り声が聞こえてた。何度か役場に掛け合いに行ったんだけどね、母親があの男のことかばうから。昨日だったっけね、あの子お弁当箱持ってきてね、料理教えてくれって。その時のあの子嬉しそうな顔してた。次、はい、すいません。何やってんだよ。すいません。おい花岡代わり。はい。お前磨きに回れ。はい、はいはい。ごちそうでした。何に怒ってんの？それとも自分に？何の話ですか？いつもムスッとしてるから。そもそもさ、なんでここで働きたいと思ったの？新車買って。自転車通勤じゃん。すぐにトラクターに突っ込んじゃって、まだローンが4年あるんで。何でもよかったんだ、仕事なら。いや、美瑛でなんかないかなって。なんで美瑛？いや、園田葵、彼女も来るってよ。え、なあゆみ、この前偶然渋谷で会ったの、葵ちゃんに。
ごめんください。ユミちゃんが学校から聞いてくれて。どうしたの？ねえ、ごめん、俺全然知らなくて。あと2年だから。中学卒業したら働く。それまでは耐える。耐えるしかないから。たとえどんな目にあったとしても。どけや。それすまんじゃねえよ。ダメ。おい、こんなもんやっても意味ねえんだよ。行こう。そんなとこ行っちゃダメだ。私キャンプで来たことがあって。冬は管理人もいないし、一泊くらいならどうにかなるでしょ。青森にリンゴ農家やってるおじさんがいるんだ。あのおじさんなら何とかしてくれる。函館まで行ってフェリーで。失礼します。
僕は中学生の頃ロックに目覚めました。フジー！フジー！昼間は業界大手構成建設にていただいています。そんな2人の出会いは12歳の時でした。11の時の花火大会があって梅だったね。ロックショーですか。めっちゃ話しかけて、初めは何かって感じだったんですけど、なんか犬っぽくて素敵だな。あるじゃん、犬さんめちゃくちゃ綺麗だよ。ありがとうございます。バカ野郎、あれお前忘年会あってますからね。お前知らねえよバカ野郎。知らねえマジで。いや来てない、来てない去年です。あれブサイクか。ブサイク食べる。食べ食べ。レン君久しぶり。うん、園田今何してんの？俺今チーズ工房で働いてるわ。北海道？うん。ずっと？ずっと。だから今日俺東京初めて来たんだよ。すげえな東京。サッカーは？サッカー？ああ、高校で辞めつった。世界で活躍するって言ってたのに。まあ所詮俺なんてそんなもんだから。あの時のミサンガ覚えてる。覚えてる。あれどこ行っちゃったのかな。俺どうしたのかな。ありがとう。で、園田は？大学生。経営学部？すげえな。変わるよな、そりゃ。もう中学生じゃねえんだよ。ありがとう。曲がってる。何とも分かれてまたひっついて、いろいろあったんですよここまで来るまで。でもこれからは俺が一生こいつを幸せにします。もう酔ってますから、すいません。すいません、お幸せに。行かなきゃ。さっきのミサンガだけど、本当はこの間までつけてて、でもつい最近切れちゃって。僕に会えてよかった。じゃあね。
昼間はネイリストやってるんですよ。この子も最近始めて。へえ、すっげえって知らねえよ。向こう行っとろお前よ。は？は？客出せこっちもやろ。なんだよ。退場せよ俺。飲みます。社長、水島社長。やればできんじゃんねえ、ご褒美ご褒美。いいでしょこれ。葵さん入ります。いいでしょ。おいお前らどけ。君社長の隣。教えてください。東京です。実家なんでお金の心配ないんだけど、特にやりたいことないんで、ちょっと面白そうだなって思ってこの仕事。他にもウェブサイトの仕事もしてて、でもこっちの方がお金もいいし、みんなの話聞けて楽しいから。嘘だよね。必要に迫られ金を稼いでる。誰も助けてくれなかった。またうなされてたよ。俺もそうだった。お前と同じ。え？でも大抵のことは金で解決できる。ここで一緒に暮らさないか。チャリーマンも乗り越えたんだ。心配すんな。はい、ですが。大丈夫だ。葵、これ好きに使っていいぞ。もういいって言ってるでしょ。学費は何とかするし。いいから取っとけ。自分の分は自分で稼ぐから。
取りたいのか。何ぼーっとしてんだよ。ああ。長崎。お疲れ様です。お疲れ様でした。やめてくださいよもう。あ、いや俺は。最近仕事中もぼんやりしてるよね。どうせ。女にでも振られたんでしょう。私はね、もういいですから。仕事はちゃんとやります。中学の時からずっと付き合ってたの。え？10年だよ。10年。彼の実家がジャガイモ作ってたから、ここが休みの日は手伝いに行って、この町でずっとあの人とあの人の家族と生きていくんだなって思ってた。私見たんだよね、彼札幌の大学行っててさ、そこの後輩の女の子、じゃがいも畑手伝ってた。満面の笑顔でね。中学生の時の恋がいつまでも続くわけないじゃないですか。いいじゃないですか、もう昔のことなんて。何泣いてんすか、何泣いてんだ。しっかりしろや霧の香り。努力をしなくても売れる仕組みを作る。もうそれこそ商品が勝手にいっちゃうっていうことですね。これはすごい考え方です。この考えはですね、ものづくりを今まで経済の基盤として。葵ちゃん、水島さんどこ行ったか分かんない。何があったんですか？逃げたんだよ。え？ B1 の時、直撃受けてボロボロだよ。問題ないって、予期してたって。あれを予期できた人間なんて日本に一人もいねえ。まあ、あんたはいいだろうけどよ、もうずいぶん金引っ張っただろうしな。やっぱりここだった。釣り道具だけ消えてたし。好きだったもんね、ここ。今度は私があなたの面倒を見る。お前の居場所ここじゃないだろう。いいでしょ、
全然釣れてないよ。あいつ男作って帰ってこなくてよ。会社のジムにいてな、うん、ずっと口聞いてくれてで気づいたんだよ、赤い糸はこいつの方だ。お前がなんぼバカにしてもこれから俺はこいつバカになんかしてねえよ。俺だってそうだし。ごめん。あ、お疲れ。お疲れ。後片付けながら見ちゃった。なんかご苦労様。キリの香り、チーズ工房の先輩。じゃあ来週から美瑛で一緒に住むことになって。え？竹原。あ、竹原です。リコちゃん。リコちゃん。リコちゃんです。よろしくお願いします。じゃあ正解。それ絶対別れて正解。はい。酒弱いから。大切なのは過去じゃなくて、うん、今でしょ。なんで嬉しい。今どうするかでしょ。そうだそうだそうだ。そうだろう、竹原。はい。おい、呼び捨てかよ。やっぱね、まあね、こういう人の方が合ってるよ。あ？こういう人？うん、まあ、もう、もう、しとやかについてきてる感じじゃなくて、こう、引っ張ってくれるっていうかさ。ぐいぐい、そうね。竹原はね、リコちゃんみたいな人が合うと思う。みたいな人。そう、こうやって。こぼれたらすぐ吹いてくれる。お前、なんでっけや、もう。ごめんね、リコちゃん、ありがとう。誰も認めなくても、私が認めるリコちゃんは、竹原の奥さん。私が認めた。泣くなよ。テーブル拭いたやつだから。汚ねえな。泣くな。歌います。歌うの。ねえ、香織さんと幸せになれよ。所詮俺にはこの街で生きていくのがお似合いなんだわ。所詮ってなんだよ。おー、びっくりした。怖え。私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた。おい、もっと明るい歌にしてくれ。女の子の手紙の文字は尖りながら震えてる。やっぱり見せんかったこの気分、あんたに送るけんもっとってよ。新た文字東京行き、ファイト戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト冷たい水の中を震えながら登って行け。
あのすいません、この住所には誰も住んでないんですけど、転居届出てませんか？転居届ですか？何かありました？母の生活保護の通知が来たんですけど、もう何年も会ってなくて。ちょっとお待ちください。はい、失礼します。近所の人が知ってるかもしれない。こら！ちゃんとお皿洗ってから来なさい。看護ばあちゃんなら。行こう。ここにいるといろいろなこと思い出しちゃうから。子供の頃、一人でよくここで雲を見てた。いつ殴られるかわからなかったし。悪いのは恋人の暴力が娘に向けられてるのを止められなかった母親。それを一度でいいから謝ってほしいだけ。だから北海道に来たの。お母さんに会いたくて来たんじゃない。親戚はいないの？函館におじさんがいたはずだけど。だから仕事とかあるんじゃないの？冷たかったよな、札幌で会った時。あん時の園田の手、痛かった。あの時の蓮くんの手、あとさ、俺札幌のアパート行ってみたんだ。でも引っ越しした後だった。あれからあの男はお母さんにも暴力を振るようになって、だから東京逃げた。でもあの人は一人じゃ生きていけない。また他の男を作って帰ってこなくなって。
高校を出たかったし大学にも行きたかった。お金を稼ぐ方法は年齢をごまかすしかなくて、キャバクラ。園田がキャバクラ？今はね、沖縄で暮らしてる男の人と。あの、車の？遠いところまで行っちゃった。すごい9年だな。俺は何もしてない。あの時引き離されて何もできなくて、どうそれは何もできないんだってどっか心の中で思ってて、ずっと北海道。ここから一歩も動いてない気がする。いいの？チーズ工房の先輩だ。一緒に住むことになって。肝臓だ。先月だったのか、俺のところに突然やってきた時にはもう何も体ボロボロだよ。10年は会ってなかったけど、一応妹だべさ。遺骨持ってくかい？大丈夫？レン君？ん？初めて会った時、私に何て言ったか覚えてる？大丈夫って言ったんだよ。私の腕の包帯見て、自分の方が怪我してるのに大丈夫って。レン君といる時が一番楽しかった。生まれてきてよかったって初めて思った。ごめんね、あの時守れなくて。
手を離して本当にごめん。なんで蓮くんが謝んの？勝手に死んじゃって一度でいいから謝ってほしかった。でも本当は一度でいいから抱きしめてほしかった。本当はここから出るはずだったんだよな、青森行きのフェリー。本当にいたの？青森のおじさんって。もちろんいない。なんだ。ありがとう。園田、俺は。うん。ずっとあの町で生きていくわ。普通に生きていく。じゃあ私は世界中を飛び回ろうかな。大丈夫だよな、園田は。これからも。さよなら、蓮くん。葵、もう一人で生きていけるな。俺は勝手に出ていくが、君の居場所もやっぱりここじゃない。
どうして最後までお金なのよ。You can speak English? A little. Okay, good enough already. This Reiko less than one word or so cannot. ねえ、すぐ採用だったでしょ。日本人は手先は器用に見えるんじゃないですかね。まみんなすぐ帰っちゃいますけどね。どうして？海外で働きたいってだけの甘い考えの人が多いんですよ。冴島くんは？僕は好きな人を追ってはまあすぐ振られちゃいましたけどね。めちゃくちゃ甘い考えじゃん。彼氏とかはいないんですか？何それ、いきなりナンパかよ。寂しいっすよ、海外で一人っていうのは。そんな気全くないから。また振られてるし。振られてないですから。振ったよね。何してんの？練習。世界中を飛び回って生きる。え？そう言っちゃったからさ。俺らでも応募できるんですかね。チーズ国際コンクール？まだ世界に挑戦する気か？いや、無理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 。俺やりますからね。意外と本気かも。I'm the one who had to go to Okinawa or Tokyo to get my nails done. And now you all come to us. Okay. Anyway, we don't want any trouble with our customers. Therefore, please tell her we'll visit her soon to apologize to her. どうしたの？Sure. Okay. 注文と違うって客と揉めて。 What did you do? チェーネ。 So what? She's still our customer. バカじゃないの。Don't come to work anymore.Thank you.
もういいよ葵。帰ろう。どうせ逃げてここに来ただけだから。岡山に帰る。日本人のネイリストは人気がある。店舗のない派遣型ならお金もそんなにかからない。うまくいけば日本からネイリストを呼ぶ。法人登記も口座開設も簡単。起業しやすいのよシンガポールは。無理だよ私、やっぱりこのまま帰ってダメ。暴力を振るわれて逃げて帰ったら思い出して夜うなされる毎日になるから。え？私が玲子を守るから。葵。こんにちは。西島君と一緒にね。何の話？お金を稼ぐの。開業式。葵ちょっと変わって。頑張ろう。重いんだけど。社長。だから社長。見てください。なんだこれ。そう。大丈夫か？大丈夫。この子は大丈夫。これは現在の三陸海岸の様子です。あ、やばい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 やば
してほしいの。シンボルが北海道中標津町、美瑛町、雲石、豊岡町、幌加内町。おう、竹原、大丈夫か。そっちは生きてた。え、何？リコだよ。あいつ田舎帰っててさ、岩手なんだ。岩手？さっき連絡取れて。お。あの津波の中、あいつ生きてた。小さな町の小さな物語だよね。竹原くんや東北の人たちに比べたら、私のことなんか大したことない。検査してたらさ、見つかったんだよね。腫瘍。お父さん。お父さん。お。香りが。子供は産むよ。大切なお前の命だべよ。それも古い考えだから。がんはね、もうほとんどのある病気になってるから、死なないから。ダメだ、絶対にダメだ。すぐ手術すれ。名医探してちゃんと聞いてきたんだから。抗がん剤治療した後、出産は帝王切開、その後手術で腫瘍摘出。心配しないで、頑張るから。私頑張るとかそういう話じゃねえべや。そういうことじゃねえ。俺もお父さんの言う通りにした方がいいと思う。もう決めたから。絶対治すから。おー、ナイス。ありがとうございます。探してくれ。いやー、よかった。ゆいです。ゆいちゃん、ゆいちゃん、ありがとうございます。うわー、お父さん、わかんないな。うまったね。おなかじゃ。ママも食べよう。ゆい、お母さんから。この前買ってあげたかったでしょ。ゆい、でも可愛いわ。大きいかな。お父さん、ゆい、
しめてあげて。泣いてる人がいたら抱きしめてあげるのよ。何しようか、何食べようか何食べようか。今日もいいから。すいません。香織、あれ今日仕事でしょ。やっぱバレちゃうよね。私が呼んだの10年だよ。中学の時から付き合ってたんだから。会いたかったから。今までの人生で出会った人たちに。まだ会えるだろう、これからもよ。あの人もしかしたらさ、うん、レンより好きだったかもしれないああそうかよ。私 CA になりたかったんだよね。学校でその勉強もしてた。本当はジャガイモ畑でなんか働きたくなかったの。でもたまたまだよ。たまたまチーズ工房のバイト募集の張り紙見ちゃってさ。チーズがまた美味しくてね。もし CA になってたら蓮と出会うこともなかった。そういう話は退院してから聞くよ。その糸はたまに
釣れる。そして切れることもある。でもまたそれは何かにつながる。生きてれば必ず何かにつながる。そういうふうにできてるんじゃないのかな、世の中って。ゆいのことだけは頼むよ。もういいって。でもレニーは聞きたくねえんだよ。これだけは言わせて。誰に何と言われようとこの人生に悔いはない。私は幸せだったんだから。もうここはいいから。なんでそんなもん持ってんのよ。行けよ。ね。ありがとうございました。しっかりな。お父さん。頑張ったな。ならなくたっていいからね。泣いてる人や悲しんでる人がいたら抱きしめてあげられる人になりなさい。Very popular among our guests. I'm pleased to hear that. Thank you again. As you know, Japanese nail artists are top class. Thank you so much. Okay, bye. Yay! Finish tender artist at Laguna Hotel for 2 weeks. And five nail artist at Digital Works. And Sajima-kun,
Yes, Tom. We count on you. Formal contract. Okay. Okay, let's go. Yes. だよな。おいしい。おいしい？あ、手大丈夫だった？ゆい。大丈夫だった。あ、本当よかった。これおいしかった？うん。これ？おいしいね。内需主導とかなんか難しいこと言ってなかった昔キャバクラで客に散々聞かされたからそんなような話This is just the beginning. We want to make this a much bigger business. And we are looking forward to the future. 私たち二人でね。We are not sure what's going on, Lisa.Please give us some time. We call you back. 銀行から何度も電話が。恵子さんですよ。こっちに。会社の金、不動産に投資して騙されたみたいなんです。しかも勝手に銀行に借金までしてたみたいで。明日までに返済しないとうちは。私一人で裏切るんですね人は。
銀行に返す金あるんですか？このお金だけは使いたくなかった。でも最後に頼るのはこのお金。西島くん、今日までありがとう。ありがとう。このチーズおいしいわ。よかったです。でももういいんだよ。もう4年も経つんだから、自分のこと考えて。あんたまだ若いんだから。何言ってるんですか、やめてくださいよ。香りは俺の宝物だ。俺はこれからも香りの思い出だけと生きていく。うめ。でもお前は違うべや。俺のように昼間から酒飲んで毎日を無駄にすんじゃねえ。飲みすぎ。私もお父さんと同じ気持ち。行け。もう怖い。行け。行けよ。ですよ。あんた引っ越せばこっちで住めばいいじゃん。店さんもいるんだし。こっちで牧場よ。牧場。牧師。竹原が牧場だって。竹原が牧場。おい。なんちょっとトイレ。おい拭いてけ。見ての通りだ。ほっといたらずっと。ずっと喋り続けてる。止まんねんな。でも次の日は黙り込んで何を尋ねても返事がねえ。あの時いろんなものを見ちまったみたいだな。助けてって叫びながら沈んでいく子供とか。もう7年だぜ。7年も経っちまった。でもまだ生きてるじゃねえか。言い過ぎた。すまんね。お前も戦ってんのに。懐かしいな。美瑛の花火大会目指して二人でチャリンコ入れたあの頃。なんも悩みがなかった。
んだよもう神様や勘弁してくれよ。そんな大したもん望んでねえよ。ただ普通に生きてだけなのによ。昔ミュージシャン目指してたからよ。はっ。あ。う。いや。いや。もっと明るい歌にしてくれよ。あ。う。ファイト。戦う君の歌を。戦わない奴らが笑うだろう。ファイト。冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。ありがとう。園田さん。はい。悪いけどお弁当買ってきてもらっていい？わかりました店長。私唐揚げ、みんなの分もね。探しましたよ。葵さんを迎えに来ました。エステの会社を立ち上げたんですよ、シンガポールで。西島君くじけないね。くじけませんよ。僕は葵さんともう一度仕事するためだけにこの1年間頑張ってきたんです。すいません、もう時間なくて。シンガポールで待ってます。西島くん、人は出会うべき時に出会うべき人に出会うんだと思います。僕にとってそれは葵さんだったんですよ。ありがとう西島くん、ちゃんと考えるね。失敗作だったんですよ。納得のいくチーズが作れなくてやけになってフードプロセッサーにかけたら娘が美味しいって言ったんです。でそれを改良して店に出してみたらそっちの方が人気が出ちゃってそしたらここで採用してもらえることにもなって。ミシュラン三つ星のレストランだぞ。そこの世界的なシェフに認められたんだよ。喜ばなくてどうする。失敗作が世界に認められるなんて自分らしいです。
今日で31年続いた平成の時代も終わりを迎えます。ではお話を伺ってみたいと思います。あなたにとって平成という時代はどういう言葉でしたか？ああ、そうですね、まあ、とりあえず平和で良かったんじゃないですかね。だけど景気散々だったな。僕らの上はですよ、俺バブルの恩恵受けた。そもそも言語で時代を分けるっていうのがちょっと疑問を私は持っていて。苦難の時代ですよ。テロ、災害、格差、貧困。俺平成元年生まれなんですよ。平成という時代がどんな時代だったのか今一つ薄ぼんやりして俺にはよくわかんないですけど、俺たちは私たちは30歳になってます。もうね、レーン、近所の女の子でいつもあの窓から覗いてたの。だからおいでって言ったら入ってきたから、あったかいご飯どうぞ。そうしたら嬉しそうな顔してね。このご飯が一番おいしい。帰ってきたって思う。帰ってくる場所なんかなかったはずなのに。おかえり。
締めてあげなさい。お母さんに言われてたから。いいお母さんだね。自分でやらせばいいのに。そんなことやらせてください、うん、ダメ。チーズ一人でいっぱい取っちゃ。みんなで分けよう。いただきます。チーズ、あの子チーズを届けに来てくれたんだ。あれ、お父さん、なんで。大切くおばあさんの種。ありがとね。はい、バイバイ。元気だったか。うん、明日じゃなかったの、帰ってくるの。もうゆいの顔が早く見ちゃって。亡くなったんだ、あの子のお母さん。平成最後の日だしな。うん、みんなチーズ喜んでた。すごい喜んでた。ほんと早く、みんな待ってますよ。どんめんどんめん。やったなあれ。ありがとうございます。ありがとうございます。でも俺まだ諦めてませんよ。チーズ国際コンクール、世界一にまた挑戦します。だってここにいながら世界とつながれることが分かったんですから。まあ頑張れや。あれ、あ、もっとない。ちゃんと聞いてるんすか。いいじゃん。あ、あれ、もうないじゃん。ゆい、どうした。さっきね、うん、泣いている女の人がいたから、うん、抱きしめてあげたの。そっか。そしたらね、いいお母さんね、だって。いいお母さんって褒められちゃった。その人にね、うん、おばあさんお帰りって言ったの。どうしたね。ゆいを頼みます。どこ行くんだよ。ですよね。どこに行くつもりだったんだ。どこに。函館からフェリー一度乗ってみたいって言ってたわ。ありがとうございます。あの子は強い子だから。ありがとうございました。
大丈夫。